サニーです。よろしくお願いします。私も受賞した作品を見させていただいて、すごいレベルが高くて、今日とても楽しみにしていたので、まあ、短い時間なんですけど、まずは一番楽しんでもらって、なんか少しでも吸収できるものがあれば吸収して入ってもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もともとはダンサーをやってたんですけど、最近はアイドルとかアーティストさんとかいろんな振り付け業が主です。ありがとうございます。今日のレッスンは1時間半と時間は短いんですけど、私が考えてきた振り付けを覚えていただいて、まあ、楽しく踊ろうの回ではあるんですけど、私のレッスンを通してなんか少しでも学べることがあるといいなと思います。ダンサーとしてリハーサルで振り付けを1曲覚えてくださいの時間って、多分みんなが思っているより短い時間で覚えなきゃいけなくて、そうなってくると早く覚える能力が結構必要になってくるんですけど、私のレッスンの中では割と振り付けの量を結構早めに渡して、いかに自分のものにできるかを重要視してて、パッと渡してどんだけ自分のものにできるかを意識して受けてもらいたいなと思ってます。疲れました。でも楽しかった、楽しかった。このテンション感で速さで振り入れとかしていくんで、まあ、これについていけるかついていけないかとかが、まあ、分かったと思うので、上手だし食いついてこようと必死な感じがいい、いい。めっちゃ楽しかったです。楽しかったです。やっぱプロダンサーって振り覚え早いんだなみたいな、体の使い方とかすごい参考になりました。普段やってるジャンルとはまた違ったジャンルなので、みんないい経験になったと思います。振り覚えの時に意識することとか教えたので学ぶことが多かったと思います。振りやるときにだいぶ険しい雰囲気になったりするんですけど、最後まで楽しい雰囲気で終われてすごいなって感じました。楽しかったです。嬉しかったです。来てくれて振り覚えを早くするとか意識を持って練習していけたらいいなと思います。楽しく踊るっていうことを教えていただいたので、その雰囲気作りとかも活かしていけたらいいなって思います。